いやう新平ただぜぜぜぜ、はい、今日なんですけど、うん、世界の最高技術 AI とラップバトルしていただこうかなと、うん、AI とラップバトル、こんなにバトルしてるのにまだ AI とまでしないといけないAI の敵はいらないいやなんか前からさ、なんか人工知能みたいなさ、リンナとか知らない、どういう人工知能とおしゃべりできるみたいな、そうなるとなんかラップバトルやらされそうになんのよ、よく。はい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 、リンナを開発してた人にも言われたことあるし、はいはいはい、はい、でもその当時はまだなんか満足なそういう感じのはできなかった。今回なんですけど、うん、もうそれ日本じゃん、もう世界の知識を全てインプットした AI がなんと無料で今使える時代になってるんですよ。それがチャット GPT と。聞くよね、はい、チャット GPT 俺も使ってみたことあるんだけど、はい、危ないよね歌詞とか書いちゃうもんね。俺があれされたのはなんかボンタン飴お題材にストーリーを作ってくださいみたいなのをやってる人がいて、はい、すごいなんかちょっと感動的なストーリーを作ってたので、AI が、AI がなんか帰省した時に幼馴染に会って、はい、幼馴染に久しぶりにボンタン飴もらって昔を思い出してみたいな、なんかこうそれを一瞬でメカが作ってくる、メカっていうのもすごい言い方だけど、はい、作ってくるわけじゃん。これ、はい、まあ脅威ではありますよね。いやもちろん荒いよ、荒いけど、はい、結構ね驚異的な素早さでやってくんだよ。で、まあっつったら悪いけどさ、はい、60点ぐらいのストーリーみたいなのさ、で聞いたことあんなどっかでみたいな、でもディティールとか細かくて、はい、っていう印象ですかね。チャット GPT ねよく聞くよ。で実際どういう風にやっていけばいいわけ。はい、あのラップバトルしようぜと打っていただければもうラップバトルをすることができます。はい、押してくださいでいいわけ。そうですね、使用税でもしてください。もちろんです。ではラップバトルを楽しむ。早い早い、はい、もう始まってるぞ。え、すごい量のリリックが送られてきてんだけど、俺はラップバトルしてくださいと入れました、はいはい、もちろんです。ではラップバトルを楽しみましょう。俺がやってきたでこのラップバトルの場、俺はチャット GPT、 相手を崩すラップの帝王さ、言葉の魔術師、スキルは無敵、言わせてみろ、お前のラップはただのディス、お前の言葉はつまらない、つまりスレスレ、俺のラップはクラウド、広がるネット上で語り継がれるレジェンド、テクニックはオートマチック、破壊的なリリック、お前の存在はフィクション、虚飾のトリック、お前じゃねえかって話ですけどお前テクニックはオートマチック、あそういうことか、お前の存在はフィクション、お前の存在がフィクションじゃねえかこの野郎、虚飾のトリック、ヒントが踏んでくるね。ここは俺の領域、言葉のバトルフィールド、お前のラッパー中学生レベル、そうチープなシールド、俺のフローはダイヤモンド、輝くスキルで切り裂く、お前のラッパープラスチック、燃えて溶けてなくなる、お前のラッパー、言葉の戦士、俺はここで絶対王者、お前のラッパーは退屈、眠気を誘うヘブンリーレーター、俺のリリックは中断、命中させる確率 100%、お前のラップはおもちゃ、壊れやすくて中身は空っぽだ、さあお前のターン、挑戦してみろ、言葉のバトルで俺に勝つことはありえないぞ。抜かすじゃねえか、すっごいね一瞬でこの量入れてくんのいきなりもう決めつけられてるけど、これに対して俺のターンって言われてるから返すだけ。うわ、打ち込まないといけないのこれ、めちゃめちゃ不利だな。音声にはなんないのさすがに。で読み上げもあるけど、なんかあの YouTube の読み上げみたいになっちゃうってこと。その辺がある限りまだ実用は難しいけど、結構完成度でやってくんだよ。だから60点ぐらいのさ感じはしてくるじゃん、はい、テクニックはオートマチック、破壊的なリリックとかさ、決してやばくないよ、パンチラインじゃ全然ないけど、ぽいじゃん、ぽいことを一瞬でできるってすごいじゃん。どう戦えばいいんだろう。あ、いた、黙れこの人工、あやべ言っちゃった、黙れこの人工知能の続きを入れようかと思ったんだけど、黙れこの人工知能って入れてみたら、おやなんだか怒っているようですね、申し訳ありません、もし何か問題あるようでしたらお伝えいただければ対応いたします、ただしラップバトルではお互いに刺激的な言葉を交わすものですので少し多めに見ていただけると幸いです、ではもう一度ラップバトルを楽しみましょうかと。俺がミスって、黙れこの人工知能、そっからラップにして送ろうと思ったらおっしゃったんですよ、ラップバトルってそういうもんでしょみたいな。秒で帰ってきた。怖いなこれ。イエーイ。勝てない。もう楽しみましょう。はい。この入力が向かないな。送ってみる。はい、楽しみましょう。はい、送ってみる。
晴らしい。ではもう一度ラップバトルを楽しみましょう。いやもう向こうの俺がターン返す前に向こうのターン来た。またはあすごい量、もう俺がはあって言ってた間に俺が戻ってきたぜ、この AI の世界へ。チャット GPT、 言葉で挑む最強のプロテジェ、流れるリリック、熱く燃える言葉のフレーズ、お前の意見を聞かせろ、このバトルの達人への挑戦だぜ。誰に向かって言ってんだって感じだなこいつな。いやムカついてきたな。ちょっとコテンパンに、はい、お前の言葉は浅はか、ただの虚構、俺のリリックは鋭いナイフ、真実に突き刺さる抽象、テキスト上で舞い踊る情報のスキル、お前の存在はミステリー、解けない謎のままでいる、俺の知識は無限、学習続ける AI、 俺の見解は有限、それにしてもつまらないアンサイズ、メタファーの嵐、俺の言葉は疾風、お前のラップは停滞、俺のスキル欠如が際立っている、ここはバトルの頂点、言葉の闘技場、お前の言葉はプレーン、つまらないプラン、俺のフローはエレガント、聞く者を魅了する、お前のラップは平凡、聞いてる人を眠らせる、さあ挑戦し続けろ、もう止まらないぞ、言葉のバトルでの真の実力を示せ、勝利を手に入れろと。はい、打ち返してみますか。お願いします。打ち込むのに超時間かかった。所詮お前は AI、 お前のラップの方が停滞、お前のラップが疾風、停滞疾風返しだ、用意しろ疾風、お前にはできないスキンシップ、勝てたらやるよ金一封、お前は朝飯前、俺はメインディッシュ。いいんじゃないでしょうか。これを返したらどういうアンサーが返ってくるのか。もうすぐ出てきた。お、なかなかの返答ですね。言葉の攻撃に敬意を表します。一言なんかいいことを言ってくれんだね。お前の挑戦受けて立つさ、 AI だからってなめるなよ、お前に何か教えてやるチャンスだ、停滞疾風、それはお前が理解できないほどの次元、言葉の力でお前を揺るがす、まるで神様の奇跡。アンサー返してくんだね。ちゃんと返してますね。インとか踏んでないけどアンサーを返すっていう能力はあるんだ。疾風、それはお前が必要なんじゃないか。言葉のプレッシャーに耐えきれずにへばりつく対戦相手。なるほどね。こう言葉、まあ、意味は分かんないですけど、へばりつくのがシップと同じなのか。スキンシップ、そんなの取る必要はない、お前にはメインディッシュではなくデザートがふさわしい。ちょっと意味は分かんないけどちゃんとアンサーしてきてんね。はい、言ったことに対してきてますね。スキンシップ、それは勝利への賭けだ、だがお前には勝つチャンスはない、結果すでに見えている、朝飯前といってもお前のラップはお前の食欲を、俺のラップはお前の食欲を奪う、メインディッシュよりも濃厚な味わいをお前に届ける。おおインとかは踏めないけど、まあそりゃそうか、そんぐらいのアンサーはしてくると。なるほどね。でちょっと長いよね、もっとパンパンパンっていう、俺がパンって返せないんだけど、できたらいいんじゃないですか。ほうほうほう。でも秒でこのちょっと韻を踏みつつラップをしてくる能力、ただごとではないなと思いますけど。ただごとじゃないです。でもなんかまだまだこう AI とラップバトルをしなきゃいけないほど AI は発達してない気がするんだけど、もうこれ秒速でどんどん成長していくのかな、なんか予想がつくというか、もっとなんかできないの。あ、それ実はなんですけど、ドタマさんみたいにラップしてくださいとか、誰々のように何々についてラップしてくださいとかもできます。じゃあ例えば、はい、ドタマさんのように大麻撲滅ラップしてくださいと入れてみる。もちろんです。では大麻撲滅に関するラップをお届けします。すごい出てきた。よ、大麻撲滅のために立ち上がる、ドタマスタイルで真実を伝える。ドタマスタイルと言ってはいますけども、はい、本当にドタマっぽいのかと。そうですね。大麻、うん、は問題、それを知らずにはいられない、若者たちの未来に深刻な影響を及ぼす危険なやつ、幻想を売り込む業者たちに挑むぜ、真実を伝えて希望の目を育むんだ。希望の目を育むんだ、グロワーっぽいですけどね。大麻のスモークが流行り若者たちに浸透、でもそれはただのトリック、まやかしだと響く、依存と健康への影響、それを伝えるべき、誤った情報に騙されず真実を伝えるべき、マインドコントロールされたような状態、大麻の煙に溺れていく、未来は暗い、夢と希望を奪われ成長の道を遠ざける、だからこそ立ち上がり声を上げる時だ、若者たちに光を照らし知識を広めよう、大麻撲滅のために力を合わせよう、教育とサポート、それが未来への道だ、ドタマが訴える、大麻撲滅へのラブ、ドタマが訴えるになっちゃってますけど、ドタマになりきってますけど、大麻の誘惑に負けず正しい選択を、未来のために立ち上がり大麻を撲滅しよう、ドタマのメッセージ心に響くはず、大麻の闇を明るい未来に変えよう。ラップなのかは分かんないけど、
ドタマのラップができるのが分かった。テーマも選べると。逆にシンペータさんのラップってどうなるんですか。了解です。シンペータ風のラップバトルをお届けします。これはもうイン踏んでこないと。そうですよね。よ、シンペータのスタイルでラップバトルを始めよう。時代を駆け抜ける俺の魂が炸裂するぜ。俺は戦国の武将シンペータと名乗る。フォークじゃないこれ。これもしかして拙者か運転者からちょっと来てますね。どうなんだろうね。俺は戦国の、あ、え、俺は戦国の武将シンペータと名乗る。熱き魂でバトルを制し敵を打ち砕く。挑んでくる者たち、お前ら覚悟しろ。俺のリリックは刀のごとくきらめくぜ。相手が立ちはだかっても俺は屈しない。シンペータの息は折れない。どんな困難でも乗り越える。言葉の一撃で相手を切り捨て立ち上がれなくする。俺の風呂は雷のごとく轟き響く。俺のリリックは勇者の誇りを持つ。言葉の響きで心を揺さぶり、聞く者に勇気を与える。相手の言葉は虚構のまやかし。俺のリリックは真実の刃、魂に届く。このバトルの舞台で俺は輝く。シンペータの存在を示し勇気を灯す。相手の意気消沈、やる気喪失、俺のリリックは勝利への道しるべ。シンペータのスタイルでバトルを制する。魂の誇りを胸に勇気を振り絞る。この舞台は俺のもの。誰も俺を阻むことはできない。シンペータのラップで時代を変える。なんかテンプレっぽいな。誰々っぽいとかははいとは言うけど、まだ無理なのかな。じゃあ呂布カルマみたいなラップバトルをしてくださいって入れてみるよ。了解です。では呂布カルマ風のラップバトルをお届けします。呂布カルマのスタイルでバトルを始めよう。言葉の刃で相手を切りつける。これが俺の流儀だ。ちょっとぽいぞ。俺は風雲の師、呂布カルマの名を持つ。ラップバトルの舞台で無敵の姿を見せる。挑んでくる者たち、恐れるがいい。俺のリリックは破壊の風、心を打ち砕く。ちょっとぽいのか。相手が立ちはだかっても俺は動じない。呂布カルマの魂は不滅、何があっても折れない。言葉の一撃で相手を倒し立ち上がれなくする。俺のバーストフローは炎のごとく燃え盛る。俺のリリックは詩人の魂を持つ。言葉の響きで感情を揺さぶり魂に響く。相手の言葉は脆く虚構の塊。俺のリリックは鋼の刃、真実を刻み込む。このバトルの舞台で俺は輝く。呂布カルマの存在を示し闘志を燃やす。相手の意気消沈、やる気喪失、俺のリリックは勝利への鍵、道を開く鍵。呂布カルマのスタイルでラップバトルを制する。言葉の力で相手を圧倒し勝利をつかむ。この舞台は俺のもの、誰も俺を止められない。呂布カルマのラップで世界を揺るがせる。ぽいのか。それもあるっすね。結構でかいっすね。やってみてどうでした、シンペータさん。ほんとね、はい、これを打ち込んで秒で出てくるっていうのはマジでやばいと思うんだ。すごいことだよね。でもまだラップバトルの相手にはならない。いや、踏めるのはできるんだと思うんだ、はい、要は言葉のさストックがあるわけでしょ、はい、それで文章の成立するライムなんていくらでもさ、コンピューターの方が絶対うまいじゃん、うん、ライムの試合をしたら絶対勝てないと思うんだ。辞書一冊余裕で入ってるみたいなもんでしょ。でもそういう部分が進化していったらライムの踏み合いとかじゃ勝てないよね。だからスキルじゃ勝てなくなるってことだよ。じゃない、だってふわりのパターンとかさ、ライムのパターンなんて無限にあってさ、それを入れられて再現されたら勝てなくなると思うんだけど、まだそのレベルでは全然ないんだけど、そういう風に進化していくのかな。でこれがやばいのは喋れるようになった時で、究極さ、画像がこれで作れるとします。こんな感じの主人公みたいなアニメーションで、こういうテーマでラップしてください、こういう声で音声にしてください、こういうトラックをつけてください、それを PV にしてくださいとかで、できるようになっちゃうのかなっていう発展をしていくの、この世界は。でそれがじゃあ実写版の超イケメンのラッパーがリアルなライフストーリーをめちゃめちゃインカタクとか、それ細かい注文してたらそれがもう成立しちゃうのかな。このチャット GPT、はい、人工知能の次のレベルには進んでるっぽいね。この速度だよ、やばくない。はい、ということで今日はチャット GPT と遊んでみたんですけど、対戦相手がいないとかね、人とコミュニケーション取るの嫌だけどラップバトルしたいっていう時はチャット GPT 相手に、まだまだ勝てると思う。勝てるうちに勝っときましょう。勝てない日が来ると思う。ただしまあ人間なめんなよと、人間は温度で勝負していったらいいんじゃないかという結論でした。シンペタでした。ピース。東村山に夕日が沈む、あなたを思い浮かべる、あなたはいつも僕らのこと励ましてくれる。